外国人集住都市会議は4つの課題を提起してまいりました。すでに10年経ちました。1つ目は権利義務を確保できるようにそういう仕組みを作る、このために昨年法律が改正になりまして、ドイツの中央外国人登録システムではありませんが、日本でも外国人の登録システムを日本人の住民基本台帳と一緒のシステムについて実現することが予定されております。第二の課題では、実は有期限の雇用の不安定さ、外国人の人たちが多くが有期限雇用であるために保障が十分受けられない、こういった問題を放置したままでは実は受け入れ自体が非常に深刻な事態をもたらすということを書いております。3つ目が子どもたちの問題で、教育の問題は単にこの人たち子どもたちにしっかりした教育を与えるだけではなくて、受け入れそのものが2世3世になったときに問われてくるということを特に主張したいと思います。もうすぐやります。第4の課題は、これは昨年以来提起されておりますが、我が国でも日本に一定以上居住する外国人の方々に日本語学習をする機会を国レベルで制度を作って保障していく、そのために言語能力の標準を数段階作っていく、さらに場合によってはこれを永住権や国籍取得と絡めながら外国人自身に日本語を習うモチベーションを与えなければならない。しかしそれができないために、せっかく作っているコース、その次のページなんですが、緊急雇用対策で行われております日本語のいろんなレッスンがあるのですが、こういったものせっかく導入されておりますが、危機対策であったために2012年で終わってしまいます。今私どもに迫られているのは、せっかく危機だからこそ入ったいろんな改革をなんとか高級制度にしていく、それをさらに改善していくということであるということをまず申し上げておきます。さあ、もう本当に時間がありませんので、私としてはその最後の方をちょっとご紹介するだけにしたいと思うんですが、皆様方には先ほどの外国人と日本人の雇用の関係につきましては、さまざまな実証研究がありまして、現在では特にそうです。日本人が多く働いている中で外国人の人たちも一緒に働くというのが一般的な日本の姿です。そういう中で日本人外国人の方が日本語ができないというだけで仕事にはつけません。仕事ができないことで社会的に排除されてしまいます。そのことに対して非常にやはり重要なのが、先ほど申し上げましたような対策だということはご理解いただきたいと思います。さて、紀藤先生にこれ以上忍耐していただくわけにいかないので、その先の方にもう2つほどを見ていただいて終わりにしたいと思います。あ、こうですね。私がそこにご紹介いたしました社会的便益、社会的費用のグラフなのですが、ドイツでは1990年代になりましてから急速に移民受け入れに対する国民世論が高まりまして、さまざまな摩擦が起こってきました。で、こういった問題が本当に深刻化して法改正が出来上がったのは、先ほどご紹介ありましたようにようやく2005年でした。その間よく考えてみると、もう15年くらい経っております。我が国の場合、実はこの欧州のところで1980年代前半のところに日本2000年代前半と書きましたが、我が国はまだヨーロッパでいうと1980年代前半のような状態です。このまま受け入れが大きくなっていたときに、10年も15年もかけないと受け入れのためのインフラが導入できないのでは、ヨーロッパと同じようにやはり大変な苦難を迎えるかもしれません。ヨーロッパは制度的には進んでいますけれども、入れた時期という点から言うと決して早いとは言えなかった。その点をですね、この、社会的便益費用の図で見ていただきたいと思っております。最後にすみません、その今日はですね、全部申し上げないので、その次のページにベトナムとの経済連携協定のこと、これも実は私どもの中で議論できませんでした。ベトナムと日本の経済連携協定はほとんど出来上がっております、もう動いておりますが、しかしこの看護師、介護福祉の部分につきましてはまだ最終段階で、その部分では切り離しておいております。今までの受け入れではあまりにも国家資格を取得する要件が厳しいために、ほとんどの受けた方々が国家資格を取れないで帰国しなければならないというのを皆さんご存知だと思うんですが、1年延長するという話もあります。しかし
今ベトナムからは多くの改善提案が出てきております。日本側が今改善ができなければ、実はここまで進めてきたアジアとの間の人材の養成と人材の循環というこの仕組みがここでもしかしたら終わってしまうかもしれない。もう日本のシステムに後使えてしまうかもしれない。そのことを実は考えるためにそのページを作らせていただきました。もう時間が過ぎましたので、私の方からのご報告は以上にさせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。井口委員のご報告はもう繰り返す必要はないと思いますが、地方、日本全体を見るんではなくて地方の経済をよく見ましょう。そうするとその活性化にとって外国人の受け入れはどうしても必要なんですということです。でそのためには最後にご報告にありましたように、もうヨーロッパでの経験を踏まえて、早く覚悟して制度化を進めるべきだというご主張かと、乱暴にまとめるとそういうことかと存じます。次に、後藤委員からご報告いただきたいんですが、後藤委員は多少慎重な、立場からご報告いただけるかなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうも、慶応大学の後藤でございます。よろしくお願いいたします。映ってますね。それでは、私はタイトルにあります少子高齢化と外国人労働者問題経済学的アプローチということで、タイトルにもありますようにマクロ経済学的な視点からそもそも論についてお話申し上げたいと思います。はい、次お願いします。で皆さんご案内のように我が国において外国人労働者問題っていうのが非常に台頭してきたのが1980年代の後半、20数年前になります。でそれからいろんな議論がなされてきたわけですけども、大きく分けて3つの流れがあったのではないかと思います。一つがまさに最初の議論ですね。バブル時代で人が足りないと、特に産経中小企業等において人が足りない、なので日本人が足りないから何とかしてそういうところに外国人を受け入れなきゃいけないという議論がありました。ただこれ平成不況になりまして、そういう労働需要がやや減ってきましたので、やや下火になっている議論でございます。それに代わって台頭してきたのが少子高齢化に伴う中長期的な人手不足に対処すべきだ。これ後で詳しく申し上げますけども、今後日本の働き手っていうのは1000万人2000万人のオーダーで減ってくると、それを何とかするためには外国の人に働いてもらうしかないんではないかとする議論でございます。で3番目がごく最近の議論ですけども、そもそも受け入れが日本にとってプラスになるかマイナスになるかという議論じゃなくて、近隣の国々と FTA といいますか EPA ですね、経済連携協定を進めるためには物と金の移動に加えて人の移動も避けて通れない。でこの絡みでインドネシア、フィリピンから看護師、介護士の候補者が日本に来ているのは皆さんご案内の通りです。で次お願いします。それで次このスライド、今日の私のお話の2つのポイントの1つで非常に重要なポイントですけども、25年ぐらい学人の議論がなされております。しかし25年前にやってる議論も今のやってる議論もほとんど進歩がないといいますか、錯綜している。その錯綜しているのはなぜかというふうに考えましたら、みんなが違うことを言ってるんですね。同じ土俵で喋っていないということなので、少なくても3つのことを峻別して考えるべきではないかというのがこの表で図でございます。つまり1番目として、外国人をこれから将来受け入れるべきかどうであるかという議論と、今いる外国人の人にをどう取り扱うかっていう議論は全然別の議論で、受け入れる反対の人、反対だからといって今いる人を粗末に扱っていいということにはならない。かといってその今いる人のケアが必要だから、それ自動的に将来受け入れるべきだということにもならない。つまり将来の政策と今いる人に対する対策っていうのは分けて考えなきゃいけない。それが割とごっちゃに議論されてきたような傾向があります。2番目は移民と出稼ぎ労働者も峻別しなきゃいけない。どういうことかと言いますと、アメリカのような移民国ですね、つまりみんなアメリカ人なんですけども、おじいさんはアイルランド人だとかイタリア人だとかいろいろありますけど、みんなアメリカ人になっている、そういう移民としての受け入れと、いわゆるその 2,3 年来て働いてもらうという
出稼ぎ労働の問題とはきちんと分けて考えなきゃいけない問題ではなかろうかと思います。それで3番目が高度人材と、ついこれ言葉は良くないんですけども、役所がよく使ってますのでそのまま使いますが、いわゆる単純労働者、これはやはり分けて考えるべきだと思います。つまり外国から例えばIT 技術者とか大学の教授を招くのと、本当に熟練もいらない労働力として受け入れるかというのは全然違うものがあって、それをきちんと峻別して考えなきゃいけない。それが残念ながらこれまでは全てごっちゃに議論されてたので、全然議論が進まないということなので、まず土俵を明確にして何を議論しているかというのを明確にしなきゃいけないというのが、私の一つのプレゼンの一つの二つのうちの一つの大きなメッセージです。で、次にこのいわゆるその一番問題となってますのは、いわゆる単純労働者、これを少子化の絡みで少しお話ししたいと思います。で、時間もありませんので、次のスライドお願いします。これ皆さんご覧になってますので、時間もありませんのですぐ簡単にいきますけども、つまり出生率と出生者数を書いたんですけども、戦後間もなくは1人のお母さんが 4,5 人の子供を産んでた。それが今は 1.37 になっている。それで子供の数も年間300万人ぐらい生まれてたのが今100万人になっているというふうに、少子化が劇的に進んでいる。で、次お願いします。で、少子化が進めば当然のことながら人口も減ってくる。で、加えて高齢者が増えてくるということで、今後の見通しを変えたのがこの図です。はい、お願いします。で、問題となるのは、そういう少子化が進んで労働力需給をどう考えていくかということですけども、少子化によって我々の労働力は減少、高齢化していく。それでいろんなところの推計によりますと、生産年齢人口、働き手となる人口っていうのは今後25年間に1700万人ぐらい減っている。それをなんとかしなきゃいけないということで、1、2、外国人労働者の受け入れ。ただそれだけではなくて、私はいろんな代替策もあるんではないか。労働生産性を引き上げる、女性を活用する、それで人を輸入する代わりにも輸入することも可能であるというふうなところの辺をお話ししたいと思います。で、次お願いします。で、外国人労働者の受け入れ、つまり日本人が足りなければ外国人労働者を受け入れるって非常に分かりやすい議論ですけども、これに関しまして、受け入れ推進論の立場、それで受け入れ慎重論の立場からいろいろな議論がなされてきております。で、次お願いします。で、経済学者もいろいろな議論をしてまして、従来昔はですね、大体その人の余ってるところから人の足りないところに来るんであるから、受け入れ国も送り出し国もハッピーだという議論が中心だったんですけど、最近その右の方に書いてます新しい議論が出てきまして、物事っていうのはそんなに簡単なもんじゃなくて、いろんな現実的なことを考えればそのどうなるかはよくわからないというふうなの議論が台頭してきてます。で、次お願いします。で、これ、ですね、これ、その私の論文 の、 結論だけを持ってきたんですけども、細かいことの説明の時間はありませんので、つまり外国人を受け入れた時の経済的効果っていうのは、そのある側面ではプラスだけど、ある側面ではマイナス。なので、一概には言えないよということです。で、次お願いします。それでですね、もう一つ、一番重要なのは、この図も重要なもの一つでございますけれども、つまり縦軸に経済的構成レベル、つまり日本における経済的利益、横軸に外国人労働者数を取ったものです。これ、U の形になるんですね。つまり、隙間風対ハリケーンと書きました、隙間風的な受け入れ、日本のような小規模な受け入れだとマイナスになり、ハリケーン的受け入れ、アメリカとかオーストラリアのような大きな受け入れではプラスになるというようなことが分かってまいりました。